あー、なるほど。そうなの？なるほど。確かに。あの声は誰の声でしょう？クジャクか。もう起きてます。飼育員だったのに知らなかったな、それ。そうなんだ。実際もちろんあのリアルで来ていただきたいけど、はい、こういう形でも私動物園見ていただけるのはいい試みだなと思って体験させていただきました。どういう風に過ごしたいかでいろいろカスタマイズできるってことですね。いや本当に園内をお散歩してるような気持ちになりましたし、いろんな動物に会えて、しかもこういう風にあの説明していただきながら回るっていうことはないので、すごい贅沢な時間でした。ありがとうございます。